あの社民党をはじめ、3党で確か分析決議が今日の本会議で可決されましたけども、それを受けております。はい、社民党は憲法63条を踏みにじる安倍内閣は問責に値すると考え、昨日社民党と生活の党と緑の風で問責決議案を出しました。今日それが可決をして社民党として本当に良かったというふうに思っております。というのは、あの予算委員会の開催はあのずっと話をして、委員長が金曜日に全員出席の下で決めました。議長に対する与党が出した不信任案は、参議院の予算委員会を単に開催させないためだけにやられたものです。で、私は不思議でたまりません。これだけ課題があの山積をしているわけですから、総理が堂々と参議院の予算委員会に来て論戦すればいいじゃないですか、説明すればいいじゃないですか。何を恐れているのか、安倍隠しと言われても仕方ありません。憲法63条は国務大臣、総理大臣または国務大臣は国会に出席しなければならない権利であり義務であると書いてあるんですね。で、国会に出たくない、あるいは職権だったら出ないということを許せば、これはもう内閣が国会を踏みにじるということになります。これは与野党の問題ではなくて国会対内閣の問題だと思います。結局内閣が都合が悪かったら国会に行かないよっていう事態がもしこれから万が一生ずれば、民主主義あるいは立憲主義が破壊をされます。国会は国権の最高機関、憲法41条で国会は国権の最高機関であり、内閣はそこに求められれば出席をしなければならないにもかかわらず、出たくないときは出ないよというのであれば、民主主義が国民 の説明責任を尽くさないわけですから、全く立憲主義が食われてしまいます。私はこれは安倍総理がというか安倍内閣が俺様がルールだと、私がルールだということをやりすぎたというふうに思っています。俺様がルールだ、出たくない、出したくない、だから出ないということを貫く内閣は傲慢としか言いようがありません。俺様政治です。で、安倍内閣は63条を踏みにじった明確に違憲内閣です。で、総理大臣は私たちもそうですが、憲法尊重擁護義務が99条によって課せられています。憲法63条を明確に踏みにじる違憲内閣は私たちは断じて許すわけにはいかない、だから問責決議案を出しました。で、そういう憲法を守らない、自分の都合で出たり出なかったり、都合が悪ければ自分は出ない、国会で説明尽くさないという参議院選挙前に何かマイナスを作りたくない、こんな勝手なことを内閣に許したら、もう憲法がこれで破壊されますし、またこういう安倍内閣が96条の改正、憲法改正手続きをしようとし、手続きを容易にしようとしていることも問題です。これ私は安倍内閣は俺様がルールだと、ルールに従うか従わないかは自分が決める、国会に出るか出ないかは自分たちで決める、国会の要請があっても自分は出ない、そして自分たちにとって憲法改正にとって都合が悪い憲法96条は簡単に改正できるように変えようと、これはもう俺様がルールな内閣として命名することができると思います。結局自分たちがルールである、自民党がルールである、それに従え、それにとって自分たちが従うのであって、国会が何を言おうと関係ない、そして都合の悪いルールは自分たちはこれから変える、俺様たちがルールであるという、こういう自民党の憲法を無視した傲慢な政治をまさに問いただすこと、自民党政権を打倒することが、こういう政権はやっぱりおかしいんだと、日本国憲法の下でおかしいんだということをしっかり主張するのが今度の参議院選挙だと思います。万が一参議院選挙で与党が大勝すれば、与野党ともにもう国会は自分たちの配下にある、何やったって許される、もう暴走政治、今でも憲法をあの無視する、憲法違反をする暴走政治ですが、これがワニワニかけてひどくなるというふうに思っています。その意味で今度の参議院選挙は大事です。
で昨日あの社民党生活の党緑の風の、まあ、3党で問責決議案を出して本当に良かったと思っています。昨日出した段階ではこういう安倍内閣に会期末に問責決議を突きつけなければならない、違反をした内閣に問責決議だ値するって言わなかったら立憲主義が壊れると思って問責決議案を3党で出しました。今日、民主党もみんなの党も維新の会もそのことに賛成し、問責決議案を可決したというのはやっぱり良かったです。社民党が初めから問責決議に値すると、で昨日3党で、生活の党緑の風と問責決議案を出して今日可決して良かったと思っています。憲法違反を許してはいけません。憲法違反の内閣をそのままあの認めてその行為を容認してはならない。国会がやはり国務大臣の出席を求めれば出席するのが義務だ、ここをですね国会の中でしっかりやっていきたいと思います。あの一方ですね、民主党は、はい、あの昨日閣法を優先させたいという意向を示しまして、はい、でまあ、野党の足並みがちょっと乱れたということがありましたけど、はい、それについてはどうでしょうか。はい、ただ、まあ、今日本日民主党も問責決議案に賛成をして賛成討論をしてくださいましたので、結果から言えばそれは良かった。あの今日の結論は私は野党結束で本当に良かった。与党野党に関係なく安倍内閣が違憲な行為をやっているわけですから、それについてみんなで多数が一致できたことは良かったです。でも正直言うと昨日の段階で野党第一党が閣法を優先すると言って問責決議案出さないというのには正直びっくりしました。閣法を優先するってそれ野党が言うことではないでしょうと、思います。今一番重要なことは違憲、憲法63条を踏みにじって違憲の行為をする安倍内閣は問責に値するということで、それが最優先のはずじゃないですか。ですから昨日、ま、あの野党の足並みが乱れて提出したのが社民党と緑の風と生活の党だったんですが、だからその時民主党が閣法を優先するので問責決議案、まあ、あの提出を一緒にしないって言ったのはちょっとびっくりしましたが、しかしやはりこれは問責決議に値すると判断したんでしょう。今日閣法の審議をしないで、まずもうすでに出されていた問責決議案の採決、討論採決が優先したことは良かったと思っています。なぜならば閣法を全部通して閣議決定した政府提案立法を全部成立させて、それから問責決議ってなれば問責決議の迫力も意味も本当になくなると思うんですね。その意味で今日議長不信任案が否決をされ、その直後に昨日私たちが出した問責、社民党が出した問責決議案に関して議論がされ、そして野党多数で問責決議案が可決をして本当に良かったです。各社さんいかがでしょうか。電気事業法の改正案とか、それから生活保護の保護法の改正案についてはどう思いますか。これはもう問責決議案が可決をしましたので閣法の議論はないというふうに思います。でもともと生活保護法の改悪法案などは社民党反対ですので、ですから別にその閣法の中でも問題がある法律は成立させないという立場です。ただ今日重要なことはその法律に賛成するか反対するかではなく、閣議決定した法律のよりもやっぱり憲法が一番重要なわけですから、違憲の行為をする憲法63条を明確に踏みにじる安倍内閣に対して違憲行為は許さないという問責決議を出すことが最優先されるべきだと思い、社民党は昨日問責決議案を出しました。それがあの優先して可決をしてよかったと思いますし、政府提案立法はこれから審議はできないんじゃないでしょうか。というのは総理大臣の問責決議は可決したわけですから、もう審議できないというふうに思います。でもこれって民主主義の問題で、あの国会憲法とそれから国会に来て総理大臣が説明するっていうのが民主主義の問題なんですよ。国民に対する説明義務なので、この民主主義を踏みにじった行為に関してやっぱりこれが絶対先例となってはダメですし、問責決議案が可決をしてよかったです。社民党とすれば問責決議に値すると主張し、昨日、まあ、あの
何としても問責決議案出し、今日胃の一番にこのことを議論しろというふうに突っ走ってきたというか勇気出してやるぞとやってきたことは良かったと思います。